フィーオとは中国関東省甲州市に本拠を置く音響機器メーカー。ヘッドフォンイヤホン用のポータブルアンプ DAC 及びデジタルオーディオプレイヤーの開発、製造を主業務としている。2007年に設立されて以来、小型、高音質のポータブルヘッドフォンアンプ及び派生製品の製造を行っている。日本においては2009年から、 親やいで電気が輸入代理店となっている。もともとは親出、e、親、e、やいで電気が E3、E5 といった初期のポターン製品を取り扱い、直営店販売及び通信販売していたが、人気が出たため、正規輸入代理店となり、販売網を広げるようになった。2017年10月から、エミライが日本国内輸入代理店となった。 2018年2月から国内総輸入代理業務を一括して行うこととなり、親井で電気が行ってきたサポート業務も引き継ぐ。ヘッドフォンアンプ2007年に最初の製品が発売されている。日本では親井で電気が代理店となった2009年から本格的に販売され、ポータブルヘッドフォンアンプブームのきっかけとなっている。 デジタルオーディオプレイヤーフィオ x 7 2 0 1 3年に最初のモデルが発売されたが、実売2万から5万円程度の低、中価格対メインでハイレゾリューション対応としている。親やいで、中国フィオ社の国内正規代理店に決定、フィオの国内輸入代理業務が、エミライに一本化。2月1日から2018年1月26日付、 AV ウォッチ見た目からはわからない進化、ポータブルヘッドホンアンプ、フィオ、E07K を試す本機が発売された2015年5月時点では、DSD 音源のネイティブ再生に対応した、ダップ製品は、AK240、k リ i x m など、本機以外は、実売10万円を大きく超える。フィオ、実売3.4万円、DSD ネイティブ再生対応のハイレゾダップ。 f o x 3 2 n d ジェネレーション標準テンクは AM1、AM0、AM2、AM3、AM5 各モジュールが2016年8月中に上司されている。f o x 7 Android 搭載の最上位、ハイレゾダップアンプ着脱可能マイナビニュース、親入れが f o x 7を技的未取得のため販売中止、回収。取得後に変装。 AV ウォッチ、ありがとうございます。